こんにちは方程式チューバーですさて今お見せしているこの極限値いくつですかこの後解説に入りますから答えが出るまでは動画を一時停止でお願いしますでは解説に入ります実はこの問題1の無限大上の不定形です問題になっているリミット x を無限大に飛ばすことの x プラス1分の x という式は変形をしてあげるとこのような形になりますよねつまり x を無限大に飛ばせば1プラスこちら無限大分の1は0ですよね 1 1 0分の1 0で1になります。つまりリミット X を無限大に飛ばすことのこの括弧の中身が1です X が無限大に飛びますから1の無限大乗ということになるわけですよねではこの問題どのような形で解答していけばいいのかお見せしていきたいと思います方針としては自然対数 e の定義を利用した極限で求めていきますそこでやらななけければいけない鉄則が分子の次数を下げるという鉄則です。やり方には2つのやり方があって最もおすすめのやり方が 分母と同じ形を分子に無理やり作り出すというやり方ですつまりこの問題は分母が x+1 プラスですから無理やり分子に x+1 プラスと作り出します調整をするためにマイナスの1をつけたわけですねすると x+1 プラス分の x は1ス x プラス1分の1と変形ができますもう一つは x を x プラスの1で割るつまり分子を分母で割ってあげると同じ形が出てきますすると最初に与えられたこちらの式は動かしますよこのような形で式変形ができるわけですよね括弧の中の x プラス1分の x を 1- x プラス1分の1と書き直すことができたわけですで次にやらなければいけないのが置換です方針でお示ししたようにこの形 これを追求していかなければいけませんから、当然、マイナス X プラス1分の1というのは、t と置換してあげるわけですね。そこで次に、マイナス X プラス1分の1を t と置いたところで、これを x イコールに書き直してあげましょう。すると、マイナス t 分の t プラス1となります。では、いよいよこちらの式を書き換えですよね。動かしますよ。このような形になります。まず、X を無限大に飛ばしたものは、 t は0に飛んでいきますからリミット t が0に飛ぶですよね1マイナスこの緑のマークのところはプラスの t ですから1プラスの t 括弧閉じた類乗部分は x でしたからこちらのマイナス t 分の t プラス1乗というふうになります次にここからの式変形が大事なポイントになりますよね意識しなければいけないものはこのポイントですリミット x を0に飛ばす時のこちらの式がどうなってるのか括弧の中が1プラス x 閉じ括弧で累乗が乗が x 分の1になっていますこれを意識しながらこちらの式を変形していきたいと思いますするとこのような形になりますよねこちらの累乗部分のところここに注目をして中括弧の中 t 分の1乗という形を作ってあげるするとその外側にマイナス t マイナス1乗という形が出来上がりますこれでいよいよ t を0に飛ばす準備ができたわけですねこのポイントを使うことができますすると e の マイナスゼロマイナス一乗になりますから、e のマイナス一乗、つまり e 分の1が出てきます。いかがでしたでしょうか。今回は自然対数 e の定義を利用した極限値の問題、そして一の無限大の不定形の問題でした。これで解説を終了いたします。お疲れ様でした。